何奴は、マカオの政治家。初代マカオ特別行政区行政長官である。2010年に、第11期中国人民政治協商会議で、副主席に選出された。石岩は、関東省公衆番部、エドムンドホーとも。1955年3月13日に、マカオの王、マカオの影の総督と呼ばれた、新中派実業家の何県の七、男として誕生した。 1969年にカナダへ留学し、1978年にヨーク大学を卒業した。1981年にはカナダの公認会計士資格を取得し、インドやアメリカ合衆国で実務経験を積んだ後、マカオに戻った。その後、父の何県が創設した、大法銀行取締役県社長、新福利バス初代会長、 レンユタカトール保健会長などに就任した。マカオ銀行公会やマカオ中華総商会の主席、中華全国交渉業連合会副主席も務めた。1986年に中華人民共和国の第6期全国政治協商会議員に補欠選出された。1988年には第7期全国人民代表大会のマカオ代表の一人に選出され、 さらに第8期、第9期前人代では、常務委員にもなっている。同年、間接選挙により、マカオ立法会議員に当選し、1999年の返還まで副主席を務めた。さらに1988年は、マカオ特別行政区基本法起草委員会、副主任委員、同志順委員会副主任委員、マカオ特別行政区準備委員会副主任委員にも、 就任している。1999年5月15日に、マカオ特別行政区行政長官に当選、同12月の道徳成立と同時に就任した。2004年、無投票で再選となった。外資誘致などで2004年から2桁の経済成長に成功して、マカオを世界で最も一人当たりの国内総生産が高い地域の一つにし、 医療費などを無料化する幸福市政策を行って、先進国水準の公共サービスや社会保障制度も充実させた。2008年、インフレ対策や富の再分配を名目とする、マカオ市民への9000パタカの低額給付金を開始した。2009年には、同じ一国二制度を行う香港で撤回に追い込まれた国家安全条例案と同様に国家分裂行為など、 反政府活動を禁じる国家安全維持法の制定に成功した。2009年12月19日に行政長官を退任した。後任はマカオマイ社会文化史市長のサイトシアス。退任後の2010年3月13日、第11期中国人民政治協商会議副主席に選出された。ありがとうございます。